本日は第41回上杉雪灯籠祭りにおきまして、遠く離れた熊本への思いを込め、そして東日本大震災復興の思いを込め、我々すずめ衆一同晴れやかに和やかに踊り申し立て祭りまする。今日皆さんの目の前に竹あかりのステージでですね、我々が踊らせていただきます。すごく嬉しいです。というのが、竹家の家紋、そして上杉家の家紋がですね、竹にスズメということで、竹の中で我々踊らせていただいて、その家紋をイメージできたらいいなぁなんていうような思いもありまして、この竹明かりの中で踊らせていただきました。そしてこの竹明かり、先ほど米沢と仙台をつなぐ活動と言っていますが、この竹明かりもですね、米沢と熊本、それぞれこの飾っているですね、ものはすべて、この高いのはですね、熊本からわざわざお持ちいただきました。こんばんは。遠方からおいでいただきまして誠にありがとうございます。この上杉雪灯籠祭りに竹明かりという素晴らしい、催し、照明を加えて盛り上げていただきまして誠にありがとうございます。今ご説明ありましたように、米沢観光コンベンション協会では、缶バッジを作って、協賛金を頂戴し、熊本の震災のいくらかの足しにしていただきたい、復興を心より願って、贈呈させていただきます。どうぞよろしくお願いします。かたじけない、頂戴いたします。ありがとうございます。しかと配慮いたしました。滋賀県殿、これをしかと我ら代表して熊本に持って帰りましょうぞ。はい、本当にありがとうございます。ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。この美しい明かり、米沢はわし伊達政宗のふるさとでもある。ふるさとに新たな灯火がつくことを心に願っておった。それがこのような形で皆のお参り披露できたこと、嬉しい限りじゃが、どうじゃ今の気持ちは。いや、本当に嬉しく思います。今回僕らが熊本から作って持ってきたものと、あとこの前に並んでるのはこの米沢の竹を使って米沢の人たちが作ったものになります。なので、僕らだけではなくて米沢の人たちと一緒に作った明かりなので、ぜひそれを感じ取ってもらって楽しんでいただければなと思っています。加藤殿、
わしら明かりを通してつながることができたこの灯火、末永くつなげていきたいものじゃの。さようにござるな。一口にな、光といっても様々ある。我らのこのようなつながりも一つの光となる。我々がな、こうやって光を灯すことによりさらに火の元が明るくなってまいるということで、みなみなもこの後もこの雪道路祭り、来年再来年と続けていただければと思います。こたびは誠にありがとうございました。ありがとうございました。こたび皆様方、被災した熊本、福岡、大分、この被災地代表し心よりお礼申し上げる。皆様方のご支援により熊本、そしてこの被災地復興を続けております。されど熊本に限ったことではない。火の元におればいつ地震にあってもおかしくはない。みなみなもこれからこの地震、そしてさまざまな天災に打ち勝つためには人のつながりがとても重要になってまいる。その人のつながりを我らが架け橋となり担っていければよいなと思うておる。活動する地は違えど我らの志は同じ。こたびこの竹あかり、そして雪道路に何か共感してもらえることがあれば、また来年再来年と足を運んでいただければと思います。これより皆々で活動を上げてまいる。さあ拳を掲げよう。おう、えいえい、おうと、みたび大きな声とともに拳を天高く突き上げていただきたい。それでは参る。ここに集いし皆々のさらなるご多幸、そして第41回上杉雪道路祭りの成功を祝し、勝ち時じゃ。それ、えいえい、おー、えいえい、えい